皆さんこんにちは。よろしくお願いします。今日はちょっと指導論についてですね。まあ指導論の中でも、テーマとしては見るって何ってことです。まあ、僕の動画の中でも見て判断して実行しようみたいな話をしているんですけども、サッカーの試合中における見るって何なんだろうということをちょっと考えてみたいと思います。一つ目、主観的視点と客観的視点です。これどういうことかっていうと、まあ僕らコーチがベンチに座っていたり、まあ保護者の方だったり応援の方だったりが、まあピッチの横に立って見ていたりするときに、試合中の選手の動きを見ると、なんでそうなっちゃうのかなとか、なんでそっち行かないのかなとか、相手来てるの気づかないのとか、そっち見とけば次のプレーこうだよねなんてことが、まあよくあると思います。で、まあもちろんこれはプロの試合でも十分によくあることだと思います。これがなぜこういうことが起きるのかをまず知っておきたいと思います。つまり、選手と、まあコーチ、観客が見えてるものが違うんですね。コーチはベンチに座っていわゆるピッチの外にいるので、そこからは視野が広く保てるので、ピッチの中全部を見渡せます。大体基本的にはその全選手がどこにいるのかいて、ボールがどこにあるかな、ちょっと首を振ればあそこにスペースあるな、これが見えてるんですね。ところが選手はピッチの中にいるので、そこのいる場所から前しか見えないですね。全方向360度を同時に見ることはできないです。かつ、やはりボールがあるので、そっちの方を集中して見てしまいがちですし、あとは、動きがあるので、走ってる最中に全てを常に見るなんてことはできないですね。まあ、例えば、高速道路を車で走ってる時と、まあ、普通の一般道を走ってる時、よく言われるのが、高速道路で走って速ければ速いほど、人間の視野は狭まりますなんて言いますね。やはり動けば動くほど見れるものの情報の数がどんどん減っていくわけですね。この主観的視点と客観的視点がまず違うということを認識しないといけないと思います。なのでこの主観的視点の状態からいかにできるだけ情報を取っていくか。で、究極的には客観的視点と同じぐらいの情報を取っていくということが、まあ、目標になるわけです。まあ、ホークアイなんていう表現が昔からスポーツではあって、中にいる選手なのに、まるで鷹がピッチを上から見下ろしているように、すべてのピッチが見えている選手のことをホークアイなんていう表現をしたりします。まあ、最近はサッカーのゴールテクノロジーや VAR なんかでの商品名なんかになってるみたいですね。上から見下ろしてすべてが見えてますというのがホークアイというものです。では、二つ目。集中視野と周辺視野があります。これは別の動画でもまたやろうかなと思いますが、ここでは、触りの部分だけです。集中視野と周辺視野。まあ、試してみればわかると思います。例えば、自分の顔の前に指を一本立てます。で、この指を見ると、5メートル先にいる人のグー、チョキ、パーが見えなくなります。これが集中視野です。ここを見てしまうと、全体がぼやーっとぼやけてしまいます。それとは別に周辺視野です。周辺視野はどこも見ることもないけども、すべてを見るという感じですね。なんとなくぼやーっと全体を見ることによって、横にあるこの辺の自分の手の動きがなんとなく見えている。これが周辺視野です。例えば、コーチからの声掛けでしっかり見ろ、ボールを見ろ、相手を見ろ。こう言うとやっぱり選手は集中視野に陥りがちなので、他のものが見えなくなってきます。ちょっと同じような事象としては、シュートを打つときにどうしてもこうキーパーの真正面に蹴ってしまう選手に対して、もっとキーパーをちゃんと見なさいなんて表現ありますけども、キーパーを見ればどこが空いてるかわかるだろうっていう表現がありますが、キーパーを見れば見るほどそこに集中していくのでそこに蹴っちゃいますよね。まあ、そんなことと似たような状況かもしれません。この二つの視野をちゃんと上手に使い分けてプレーをしていくんだということが結構大切かもしれません。では、三つ目。何を見るか。コーチからの声かけとして、見てればわかるだろうとか、あっち見とけよ。そういった声かけがあったとした場合に、何を具体的に見るべきなのかが、選手として理解をしていて、腑に落ちているか、ここが結構重要なのかなという気がします。じゃあ何を見るのかっていうと、やっぱり一番大切なのはゴールです。
このボールをゴールに入れるという競技なので、相手のゴールが今どこにあるのか、ゴールまでの距離がどのくらいなのか、まあ味方の守るべきゴールがどこにあるのか、これを見ておくというのがまず最初に大切です。で、そして次はそのゴールに入れるものはボールなので、ボールがどこにあるのか、これ見ておくことが大切です。そして相手の選手がどこにいるのか、まあ相手が近いのか、遠くにいて自分がフリーなのか、これが結構重要なので、まず次に相手がどこにいるのか見ておきましょう。そして次には味方がどこにいるのかって見ておきましょう。まあ自分一人で全て、ドリブルからシュートまでできるというわけではないので、味方の位置を見ておこうと。で、この相手の位置と味方の位置を見ておくことによって次に生まれるのがスペースが見えるようになるんですね。なので、スペースを見ろっていうだけでは、そのスペースを見るっていうことができないかもしれません。まずは相手がどこ、味方がどこっていうことが、まずそこで見えた後に多分スペースが見えるようになるんじゃないかなと思っています。そして、まあ一般的にはここまでなんですけども、僕は選手に言うのは、その次に見えるのは5秒後の世界だというふうに言っています。今その相手と味方とスペースの位置から考えていくと、そして相手の選手の目線やボールの位置、体の向きから考えると5秒後にどうなっているか、選手が多分こっちに出すだろうな、そうすると他の選手こう動くよね、そうするとここにスペース生まれるよね、だから自分がどこに行こうという5秒後の世界を見れるようになってくると、予測の効いたプレーであったり、カバーリングがいい選手であったり、裏を取れる選手になってくるかもしれません。はい、ということで今日は、見てる視点が違うということ、2つ目は見方が違う、見る方法が違うということ、で、そして3つ目は具体的に何を見るかということを考えていきました。これらを理解して、スキルとして身につけて、見るということを学んで、見る、判断、実行の3つをやってみていただきたいと思います。それではありがとうございます。最後まで見ていただきましてありがとうございます。よければチャンネル登録、いいねボタンお願いします。動画作りの励みになります。また、コメント欄に、質問だったり、リクエストだったり、こんなことを聞いてみたいなってことをぜひぜひたくさん書き込んでください。動画作りのネタにします。それではまたお願いします。